やーマニ全図。隣接国は、ウクライナ、モルドバ共和国、ブルガリア共和国、セルビア共和国、ハンガリー共和国。東側は、黒海に面している。黄色部分は、モルダビア。ルーマニア側、モルドバ共和国側ともに、ワイン生産が、盛んに行われる。モルダビア野手県全図。赤い表示が異なり、野手ンは、 ルーマニア側モルダビア8地区の右上から2番目の地区。ルーマニアの大手ワインメーカー、ことなりワイナリーの甘口白ワイン、グラサでことなり。写真は2006年産武道のワイン、1000ml あたり糖分約 50g。ことなり地方のワイン貯蔵庫。ディミトリ・カンテミアのモルダビア史実録によると、ルーマニアではワイン貯蔵庫は地下深いほど良い。ルーマニアワインは、 ルーマニア産のワイン。ルーマニアはヨーロッパ有数のワイン生産地である。21世紀初頭には例年 5000HL 前後のワインを生産し、国別ワイン生産量でギリシア、ハンガリーに並び15位前後にある。最大の生産地は北東部のモルダビアで国内のワイン生産量の3分の1を占める。モルダビアのヤシ県ことなりは特によく知られた産地である。 19世紀後半、フランスのパリでルーマニアワインが大流行した。1947年、ルーマニアは社会主義国家となり、ソ連の影響下に入った。その時代には国際市場から遠ざかり、ソ連圏の有力なワイン生産地として、ソ連へのワイン供給の役割を果たしていた。1960年代には広大な面積の工作地をブドウ畑に転換する。 計画が進められ、1990年代後半までに、ブドウ畑は25万ヘクタール増大した。ルーマニアの社会主義体制は1989年に終焉しており、以後再び国際市場で存在を知られることになった。ルーマニア国民は90%以上がキリスト教徒であり、中世には修道院や教会がワイン生産に携わっていた。その起源はさらに、 キリスト教以前の起源前に遡ることができる。5000年から6000年前のワインの容器も発見されている。起源前、ルーマニアの位置する地域はダキアと呼ばれていた。ダキアのオーストラボは、変士、地理学でダキア人にとってワインは水よりも大事であると記している。起源前一世紀、ローマ皇帝。 ブレビスタがブドウ栽培を禁止して抱き矢人を屈服させようとしたことがあった。気候はワイン生産に適した気候の一つ大陸性気候である。夏が暑く、降水量が少ない。その傾向は国会沿岸部で顕著である。国土の中央はカルパティア山脈が走り、山脈の内側とランシルバニアは高原地帯となり、それらの地域では暑さが和らいでいる。 ルーマニアワイン生産量の3分の1を占める、ルーマニア最大の生産地モルダビアは、北部が白ワイン、南部が赤ワインを中心に生産している。地勢の大部分は平原である。中北部や主県ことなりのワイン、ことなりは寄付化した甘口の白ワインである。モルダビアの真珠と評される。ことなりは、1889年フランスのパリ、 博覧会で最高賞の獲得がある。ワラキアは赤ワインが多い。ディアルマーレ地方はルーマニアの赤ワインの中心地である。ムンテニア農家ではソ連の影響下で甘口の赤ワインを生産していた。ソ連終焉以降修正がなされている。トランシルバニアは高原地帯で厚く熟したブドウであるよりは爽やかな仕上がりになる。白ワインの生産が中心である。 西部はハンガリーワインと系統が近い。国会沿岸、ドブロジャはルーマニアで最も温暖である。赤ワインと白ワインともに生産され、ムルファトラー地域の赤ワイン、ムルファトラーは代表的な銘柄である。ありがとうございます。